はい、速稼塾の子です。第2弾特別定額給付金の一旦ね、ちょっとまとめさせていただきますけども、結論ね、逆さに振っても出ないですね、出ない。前回までも申し上げてますけども、出ないからこそ私は声を上げていこうという活動をしておりますし、数々のね、与党野党事務所の方にもお伺いをしたりとか打診をしてるわけなんですよ。で、今のところどっからどう考えても出ないです。第3次補正予算にも国民一律給付の1円たりとも組まれていませんし、予算枠を見てもそんな予算取りしてないんですよ。で、2021年度新規一般会計、これに、まあ、国民生活支援が盛り込まれるかどうかなんですけども、今のところその前触れというかね、その材料すらないですね、おそらくこのまま行くんでしょう、まあ、ビタ一文出ないと思いますよ。で、これなんでこのことを言うかっていうと、まあ、実はね、昨日から今日にかけて、まあ、ご連絡をいろいろと視聴者さんというかね、いただいてたんですけども、メールの方でね、メールとかツイッターの方でいただいて、ツイッター私めったに使わないのによくツイッターダイレクトメッセージとか使うなと、知ってるなと思ったんですけども、まあ、特別定額給付金の第2弾が出ることが決まったそうだとかね、出そうだっていう風な YouTube を見たとか、そういう風なことを言う人がいるんだけども、でも本当なんですかって、そういう情報があるんだったら久保さんが真っ先に知ってるはずだとかね、考えてるはずだ、久保さんはずっと出ないって言ってた、出ないからこそ活動してるんだっていう、そっちの方がなんかリアリティがあるんだけどみたいなことを言われるんですよね。これ複数の方がいろんな表現でそういうことを言われてたんですけども、前回までも同じですよ。出ないですよ、どう考えても予算取りしてて。で、今ね、日銀の金融緩和っていうので記者会見やってますけども、財務省ですからね、日銀がいくら金融緩和してゼロ金利政策、マイナス金利政策打っても、そのマイナスとかゼロ金利で国債買い取るよって、無制限に買い取るよっていうところに財務省が国債をボカンと投げないといけないんですよ。それがないですね、財政出動が、財政出動がないところにいくら日銀が口を開けて待ってても全然来ないわけですよ。で、あとはね、予算取りですよね。第3次補正予算の金額もあれは特別、とてもじゃないけども事業者さんとか、それから国民生活支援に回る金額のビタ一文入ってない予算組ですね。だからあれが50兆とか60兆になってくると、これはかなり期待できるんですけども、まあ、間違いなく入ってると言えるんですけども、まあ、予算組見た段階でもうないなと、ビタ一文ないなということですよ。特定業種に偏っているかなっていうところもありますし、例えばね、医療従事者の方とか必要なんですけどね、そこはね、医療従事者の方は低所得世帯とかっていうのは限定されて、ある特定の企業とかは行くんでしょうけども、ただとてもね、とてもとても国民全員にその1万だって配る金は組まれてないですよ。それはね、現実としてしっかりと捉えてですね、あんまりこうかまされないようにしてくださいね。かまされないようにっていうのは、まあ、私は知らないんですけども、例えば YouTube を使ってね、特別定額給付金が出るかもしれないっていうふうなタイトルとかをサムネイルをつけて人を呼び込んで別のセールスをするとかね、まあ、それ別に悪くはないんですよ、悪くはないんですけども、そういう形のものがあってがっかりされる方もいると思うんですよ。だからまあね、私もね、似たようなことやってんだろうって言われれば、別に似たようなことやってますからね。何が似たようなことかっていうと分かんないですけど、私はただベラベラ喋ってるだけで何の商品も販売してないですからね何の商品も販売してないし、何も紹介してないと。最近はね、モッピーをやってポイントが稼ぎましたみたいな動画をやってますけども、別にそれやる必要もないし、やったからといって、ね、別に私が儲かるわけでも何でもないですしねただまあ、可能性がね、どっかないかなって探してる方に対して、まあ、リアルでお金を生む方法の身近な例としてね、ポイントサイトをね、ちょろっと口から出ることはありますけども、まあ、そこはね、でも、特別定額給付金を頼って待つだけよりも、自分でできることをやって、それこそね、5000円でも1万円でも、リアルに手にできた方がいいと思いますから、それを進めるのは、まあいいじゃないですか、それをね、進めるのは。だけども、出るかもしれない、出るかもしれないっていうふうに、まあ、なんていうんですかね。お化けみたいなんでね、ずっと出ないみたいな、そういうふうなね、まあ、サイトとかを作ってる方もいると思いますし、ね、下手すればね、特別定額金を出すためには保証金がいるみたいなんで、最初に、2万円振り込んでくださいみたいな。で、2万円を振り込んだら、それをもとに10万円が出るみたいですよみたいな、そんなね、インチキメーターことをやってる人も出ないとも限らないんですよ。
まあ、私知らないですけどね、あの世の中見てないんで、隠居ですから。ただ私が考えるに、私の動画を見てくださった方には繰り返し言いますけども、出ないですよね、特別定額金の第2弾は。出ないからこそ私たちが動いていきましょうって話をずっとしてるわけですよ。だからここを勘違いしないでくださいよ。私は出ない前提で話をしてるんですよ。出ない状況だから運動していかないとね、そして出ないを出るにしていかないといけないねって、声を広げていきましょうねっていうことを言ってるわけですからね。もうちょっとやったら出ますよみたいなこと言ってませんからね、全然。そんな気もないですから、だからこれは、あの久保さん本当にこんなことやって出るんでしょうかって言ってね、いや、そういう疲れたんだったら、信じられないんだったらもう離脱して休んでくださいと、これは私がね、一人になってもやるし、一人でやってることなんですよと。だから皆さんに一緒にやりましょうっていうふうにね、特に強く進めることでもないですし、ただ他に打つ手がないんでね。で、私がやることによって何かしらのアクションが政府の方に起きればいいなと思いますけども、そのために皆さんを先導して一緒にやりましょうとかね、どっかに集まりましょうみたいなことまではやらないです。ただやる人がいればそれはそれでいいんじゃないかなと思いますしね。私の真似をして、もしくは影響を受けてね、同じような YouTube をやる方がいても全然いいと思いますし、そういう声が集まっていって、あの不可能が可能になっていく、妄想が現実になると思いますから。で、ここでもう一回申し上げますけども、あの一人でできることってたかが知れてるんですよ。私がいくら YouTube やってもそんなもんね、知れてるんですよ。ただどんな大事業も一人から始めてるんですよ。私はその気持ちでやってます。私がこうやってやり続けることによって、あ、久保さんは出ないことを承知であの活動をやってるんだ、だったらまあちょっと自分もやってみようかなと思う人がね、たまたまいればいいなと思うんですよ。これね、支給が決まってたらこんなことやんないですよ。私は支給が決まんないからっていうか、どっちか分かんないんじゃなくて、まあ出ないが 100% だからやってるわけですからね。出ないが 100% だから活動して、その 100% を 99% にすればもう同じだなと、そして本当に支給されればもっといいなと思ってるところだけでございますんでね、この前ね、一人親世帯にちょっと支給がありましたけども、それは私の活動のおかげですよなんて言わないですからね。それは皆さんの活動のおかげかもしれないけども、私が何かをやったから国が動くみたいなことはそれはないですから。ないからこそやるわけですよ。その力を試しに行くわけですよ。だから可能性のないところに私は飛び込んでるわけですから、そこはね、誤解されないようにしてくださいね。でもね、やっぱり私の希望としては、妄想としては、みんなに支給が起きればいいなと思ってますよ。それは私の願望です。現実は微体一文出ないっていうところが、もういつも目の前に立ちはだかってるわけですよ。微体一文出ないです。微体一文だから私はやるんですよ。不可能だからこそ私ぐらいは動いていかないと思ってるわけなんですよ。ということで、力説終わりでございますね。皆さんも希望があればその希望にかけてみるのもいいと思いますけども、可能性をちらつかしてね、やっぱり人の時間を奪うことは、私はちょっとね、あのそこまではできないと思いますんで、ぜひね、もう出ないんだったらこんな動画見てもしょうがないって思う方は、もうここでチャンネル登録を解除して私の動画見に来ない。でも不可能に挑戦する私のね、活動がまあ気になる方とかはね、ぜひ見に来てください。私はね、極意の情報を持ってませんからね。極意の情報も何にもないです。何にもないけども、でも私は動かざるを得なんか動かざるをね、得ないっていうかね、もうやりたくなっちゃうんですよ、もうこういう風なね、無理なことには。もうそれだけですからね、やるしかねえじゃねえかと。この活動すらやらなかったら本当に無活動ですよ。で、確定がさらに確定するだけですよね。ということで、悪あがきをさせてもらいます、これからも。では失礼します。